プラマス軍は、アメリカが州国カリフォルニア州のシエラネバダ山脈部に位置する軍である。軍名は軍内を流れる川に対するスペイン語のリオ、デラス・プラマスから採用された。2000年国勢調査で、の人口は2万824人だったが、2010年2万7人となり4%減少した。軍庁所在地はクインシーである。 軍内で唯一法人化された都市はポルトラであり、その他の町はクインシーを含め国勢調査指定地域である。スペイン人がこの地に入ってきた当初、サクラメント川の支流の一つをリオ・デラス・プラマスと呼んだ。フェザー川の数多い支流のすべてがその水源を軍内の山岳部に持っているので、軍を創設する時の法案で軍名をプラマスとした。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2613平方マイルであり、このうち陸地は2554平方マイル、水域は60平方マイルで、水域率は2.29%である。軍内には多くの湖や水流があり、釣り場として有名である。アウトドア活動が観光客を呼ぶ主要因になっている。 ラッセン火山国立公園の小部分が軍内北西宮にかかっている。アルマナーコ・ラッセン国立のモリプラマス交通システムズがクインシー町内とチェスター及びポルトラ向けのバス便を運行している。クインシー近くにあるガンスナー飛行場は一般用途空港である。チェスターに近いロジャーズ飛行場は市民用の役割に加えカリフォルニア州森林局の空中消火のために 平坦と調整のための施設である、チェスター空中アタック基地としても機能している。ここには固定翼機とヘリコプターが配備され、給油と消火剤の積み込みを行うほか、通信施設、搭乗員や地上消防隊員の宿泊所を備えている。ポルトラの東、ベックワースには、ネルビの飛行場がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 プラマス軍はアメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で共和党の強い地盤であり、州内でも最も共和党を強く支持している。大統領選挙で民主党が多数を取ったのは1976年のジミー・カーターが最後だった。1992年の選挙でビル・クリントンが多数を取ったが過半数までには至らなかった。 アメリカ合衆国下院議員の選挙では、軍内の大半がカリフォルニア州第4選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会下院議員の選挙では第3選挙区、カリフォルニア州議会上院議員の選挙では第1選挙区に入っており、2010年時点で全て共和党議員が務めているが、州上院議員のデーブ・コックスは2010年7月13日に死去し空席である。 2008年の明大8に関する住民投票で、軍内投票者の60.0%は法案に賛成した。これは、同性同士の結婚を禁止するためのカリフォルニア州憲法修正案だった。地元ニュースの主要情報源は、1866年創立のフェザー出版会社が発行する新聞、プラマスニューズである。毎週水曜日に4つのプラマス軍の新聞が、 発行されている。ただし、特定の休日は除く。ありがとうございます。